い、皆様こんにちは。リヒトドゥッケルハイターでございます。流れで実況プレイ戦国ワサラ2ヒーローズ、続きをやっていきたいと思います。はい、前回から雪村のガイデンストーリーをやっておりますと、精進あるのみ。はい、次から、はい、前回は天候仮面と楽しく修行しました。もう私だけが修行楽しかったって感じですけど。サルトビサスケと同様の術を駆使する謎の忍びを撃破した雪村は急ぎ次の広間へと赴いた。突っ込むおめよ、誰か。しかし誰か、これから繰り広げられる過酷な試練と待ち構える強敵の存在を、この時の雪村は知る由もなかった。何の、かっけえな。全ての試練を果たすまで決して倒れはせぬ。うん、頑張ろう。熱血武田道場その2。はい、続きましてのお相手はひょっとこ仮面。顔違う、なんでこの面にしたのねえ、なんでこのお面にしたの。さあ次は大車輪と小円を使いますか。なんかバランス微妙じゃないですか。ちょっと違うんでしょうか。グレン脚にしましょうか。大車輪とグレン脚、大車輪とグレン脚。小円先かいかな。小円グレン脚ってどうですか。ラストは大車輪ストラクションにしようかなっていう感じなんですけど、いいのかどうか微妙なんですけどね。さあ食べていきますか。なんか2000で1つ余ってるし。さあ夫人は、はい、ちょっと長くなってますね。はい、あ、結構いろんな人が出てる。はい、さまざまなからくり試練を乗り越え、あ、そこいろいろあるんですよね。ここは頑張ろう、死なないように頑張ろう。ちょっと待ってください。そう、この敗北条件ポイントですよ。プレイヤーの挫折ですよ。はい、羊。はい、熱血武田道場にっていうことでやっていきたいと思います。さあ、あ、いろいろあるんですよね。ここは本当にいろいろあるんですよ。本当に。よくぞここまで来た。さあ行きましょう。次はわしが相手。コエン、あお！コエンやってるタイミングはちょっと曲がるんですね、やっぱり。三つと。間違えた。あー、サスケー！今までどこに行っていた？ちょっとあんまりやり方で分からないので、これ連打してたらいいのかな？すぐ回復していきましょう。はい、はい、行きましょう。お、これってずっと連打してたんですか？あ、でも終わってしまう。これはレベルが上がらないと長く続けられないのかな。ちょっと待って、うん、そうみたいですね。めっちゃ連打してても一緒ですね。あれ、ちょっとこっちじゃなくてこっちかな。あ、でも一緒な、違うな。やっぱりこう押して、あの、連打しないと回らないですね。連打しないと回らないで、こう蹴り上げるだけになる。でも連打してもすぐに終わってしまいますね。どうもレベルが足りないのかな。レベルが上がらないと長くは続けられない感じですかね。どうだ、ちゃんと見ろっていうことですよね。すみません。さあ奥に参りましょう。試練その1、イエイ。ザ試練開始。なんだっけここ、あ、ここはあの床ですね。ふぃぅ、痛いな。針山修行でいいのかな。はい、超えられないのジャンプ、ジャンプを使え。はい、出たー。武田名物針山修行。こいつはいきなりの反則技ですね。ほっ、そう、旦那、カラクリを壊さ、仕掛けが止まるぜ。さあちょっと最短距離を行くんでしょうね。ちょっとあれですし、ふいしょ、できるだけダメージを奪わないようにしていきましょう。あれ気になるな。でもまあ多分かかってことは多分、よいしょ、ほい、てい。あれ、いっぱい殴らないといけない。一発じゃダメなのかよ。はい、よし、では扉を開けてやろう。ここがですね、切れましたよ。操作失敗。なんでドジっ子も、ちょっとダメですよそれは。なんでドジっ子。はい、敵部隊出現してしまいましたとさ。どうしたらいいんですかね。針山は一緒？針山は一緒か。おかしい。大将何やってんの？慌てるでない。俺も試練だ。ほら。なんと卑劣だ。切れ。親方さんを見習え。
俺たちじゃ相手になんないよ。隠れとこ。あ、くれんな。よっしゃ。落とし入れるよりも。今のところ針は来ない。まず己。よし。トイ。己に嘘はつけません。トイ、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 たらー。はい、オッケー。次。うん、しょ。扉を開けるんだ。あ、ちょ、フラグ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 。有山が再起動した。痛い。ちょ、どうすればいいのかな。いやいや、その勝ち筋なら拙者が上。しろっと。あ、痛い。まあ、これをちょっと受けていくしかないかな。甘じて受け入れていこう。これダメだ。痛い。タイミングよくジャンプしたいのに難しいですね。はい、とりあえず突破しましたよ。はい、OK。よいしょ。今のところ満タンですね。強くなってなんとする。知れたこと。あぶにゃい。あなた様のお役に立つんだ。うりゃ。休日は針山修行に限りますな。なんでだよ。 OK。 さあ、さらに奥へ参りましょう。お、試練その2。はい、じゃあ試練開始。ここは、まあ、ミニゲームにも入っているんですけれども、ダルマをね、叩いていくんですけども。はい。赤100点。5段いっぱい出てきたらいっぱい殴れと。黄金1000点爆発。黒いやつ殴ると爆発して、マイナス1000点ということで。嫌ですね。はい。武田名物修行。ほい。あ、ダルマ叩き。やったー。武田名物、ダルマ叩き。休日は、ダルマ叩きに限りますな。旦那、黒ダルマを殴ったら痛い目見るぜ。ちょっとおお、怖いんじゃなかった。怖いのつもりなかったのに。二つ目に問う。力を手に入れ、その先にあるものは何だ。それは親方様にお褒めいただくことに他ならぬ。おお、一発しか殴れない。これはいっぱい殴ればいい。うわー、さあ、たまたまちゃったけど。あっ、うわー、危ない。ああ、おお、たまたまだけど。うおお、うわー、危ない。ああ、終わった。あと500です。まだまだ。次回は。あと500で1万点だったのに。お小遣い地味。はい、いまいちだったようですね。一応ヒーローメイディになってたんですけども、はい、じゃあ範囲の広い技あった方が良かったのかな。どうなんだろうね。そのものを失った時、お前に何が残る。ここでちょっと深いことを言います。そのようなこと、うん、考えたこともないわ。バカですね。考えるのだ。その、あ、ごめんなさい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 。ひょっとっかめさん言っちゃった。さあ、最終試練の前、レッツゴー。さあ、なんだ、あの奥にあるやつ一体何なんだ。ふぅー、数を数えよ。準備は良いか。ふぅー、あー、これはさあ、だいぶ紹介の網っていうか、まあ、いや、網っていうか、檻っていうか、リングっていうか。さあ、ここ仮面頂上でございますと。しかし、親方様のお役に立つことこそ、あ、間違えた。無常の喜び。うぎゃろー。それしきを喜びと。あ、たい。いいよいしょ。とりあえず使おう。道楽じゃー。あ、それだ。いつも一緒。どうしても道楽に行くんだね。なもんで。なぜわからん。ふん。あら、立ってないよ。答えよ。お前自身は何を望む。それは恐れるな、雪村。うわお、やられた。強き心を得てこそ人は生きるのだ。うお、今ちょっと似たようなことをしていた。なんと大きな人物だ。あ、恐竜危険はないのか。それは痛い。それは3か。うわ、負けた。殴り合いで負けた。
えい。どうじゃ、虎の際の味は。おバカ、おいバカ、うん、いけ、だい。ひとひねりじゃ、危ない、うお危ない危ない、だい。結局当たるっていうね。ふぁー、こい、だらー。まさかのスカ、まさかのスカ、この程度でわしを止められると思うてか。うぎゃう、危ない、なかなかヒットポイントが危ない。お主の血のたぎる音が聞こえよる、見ていてくだされ親方さ。当たらねえな、力押しだけでは戦に勝てぬ。おら、よし、使ってまえ、我が魂。ここはドライブがたまらない。なんでさっきのとこドライブ52で溜まってたのに腹立つ。我が炎を消えることなし。さあ結構危ないぞ。こすべきを見取り、うぎゃー、おり、親方様の教え、この胸に。よく陣する者は戦わず、よく戦う者は死殺。怖い、なんか怖い装置みたいに嫌だ。ああ外したよ、結構ヒットポイントが危ない。先はまだまだ長いよ。うらドライブされた、危ないな。ほらほら、どうした、全力を出さんか。ドライブされたらやばいな。これで雪村、全力でお相手いたす。それそれそれ、ピストリー。ドライブしてこない、もしかしてこの様子だと。ドライブしてこないならいいんだけどな。正々堂々勝負せよ。真正面から殴ってありますが、外した。ドライブはしてこないみたいですね。そなたも全力を出せ。ちょっと危ないんで、ヒットポイント危ないんで、公園で遠距離からの遠距離で待ち構えて、公園で殴り飛ばすという方法に出ておりますが、でもいまいちですね。かといってな、これちょっと人ひねりじゃ、短縮を狙ってたりとかすると死ぬんでね、地道にやっていきましょう。この程度でわしを止められると思うてか。真剣勝負こそ我が生きる道。お主の血のたぎる音が聞こえよる。逃げろ。ふぅ、そっか、あるせいで力押しだけでは戦に勝てぬぞ。心得、それはねでも力がない、力がない、今非常にパワーがない、パワーが足りない。くんな、あー痛い、うっ、死ぬ。これは赤逃げ、赤逃げ、赤逃げの方向、危ない、危ない、やばい、これ網でも死ぬ。危ねえ、あー怖っ。ひょっとこカメルさん防御力高い、いけー、あー怖かった、あガビーンって。おやよくぞ見破った。いや見破ってねえから、それを見破ったとは言わないから。雪村、俺が最後の試練じゃ。死ぬて。はい、チョックがギリギリでしたね、怖かった。武器強いの使ってるのに何このギリギリ具合、ていうか全然減らなかったですね。公園とかでガンガン殴ってたね。あー怖かった。はい、レベル30。おー、あ、そうか、今まで2じゃなかったのか。あ、公園がレベルマックス入ったな。はい、それでは今回はここで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。